はい、102段やっていきます。一刀両断ということで、一つの刀を、両方とも断るという感じで書きます。三章と七面観四十五字で、物事を思い切って処理する例え、また物事をためらずにきっぱり決断する例え、一刀のものに、物を真っ二つに断ち切るという意味から来ております。一刀は、ひとたび太刀を振り回す意味があります。ということで、これは文字通りの意味ということになりますね。学研四十五字で、人たちで真っ二つに叩き切る意味から、物事を止めらずに思い切って決断処理をすることの例え。小学科の大事点、人たちで真っ二つに叩き切ること、速やかにはっきりした処置を、取ること、丸々の裁きを下すという意味がございます。これ出典先なんですけども、朱子五類というですね、こちらから来ております。この一刀両断という、このことなんですけども、これが、使われている場ものでいくと、勝海舟のあれの、出てくる、新潮組、新選組とはまた違うんですけど、この薩長のですね、中のところに一刀両断という言葉が使われてたりするということで、幕末の中にはこの一刀両断という言葉が今よく使われてたのではないかなと。いう、あれかなとは思うんですけどね。そこのところから、転じて、一刀両断っていうね、言葉が今成り立ってるのかなということで、今回の動画は以上です。最後まで皆様ご視聴していただきありがとうございました。またぜひ次回の動画でお会いしたいと思います。一刀両断ということで、漢字的に言ってもね、非常にそこまで難しくはないので、覚えやすい字かなとは思いますね。